感じです。はい、ここの紙は何でしょうか。はい、これはですね、みんながクイズを開けてみますと、中には、世界ではこんなことが起きてるんだよっていうのを子どもにも分かりやすいように噛み砕いて書いてあります。それで、あとクイズの答えやクイズが当たった時にスタンプを押せるようなところもあります。じゃあさっき言ってたスタンプラリーというか、それをこの紙に書くっていう感じですか。あ、はい、そうです。はい、じゃあそのスタンプラリーで全問正解すると何かあったりするんでしょうか。はい、はい、ですね、まあ正解しても正解しなくてもですね、種丸のスタンプを押してもらえて、でその後にしおり作りをすることができます。でそれで、先ほども言いましたが、世界や地球がどうなったらいいなっていうのを願いを書いて木に貼ります。でそれで今こちらの方が途中までやられてるんですけれども、このようなものをですね、例えば地球温暖化を止めましょうみたいな願いを書いてもらって、そして木に貼ります。でそれで自分ができることっていうのをこちらのしおりに書いてもらって持って帰って、これは忘れないように、自分もずっと忘れないように持って帰っていただくしおりを作っています。はい、なんか可愛らしいですね。なんかこう工作をしながら、ね、地球のためにもなるみたいな。そうですね、はい、一応子ども対象、もちろん大人の方も歓迎ですけれども、普段横浜の子どもっていうのは、というか日本の子どもは割と恵まれていて、でそれで、ご飯が食べれないとかそんなことはないじゃないですか。でも世界には実はこういう子がいるんだよっていうのを少しだけでも気がついてもらえるためのものなんですけれども、少しでもちょっと楽しい方が、楽しみも取り入れながら、知ってもらうっていうことで、ここは割となんていうかちょっと遊びの空間みたいになってます。なるほど、はいはい、じゃあ先ほど言っていたちょっとクイズのボードを少し見させていただきますね。ここがアフリカなんですね。はい、そうですね。問題、私マリアは毎日水瓶を持って川へ出かけますが、何をしに行くのでしょうか。1. 友達と水遊びをする。 2. 重い水瓶を持ってトレーニングをする。 3. 生活で使う水を川で汲み家まで運ぶ。なるほど。そうですね、意外に2番ってしちゃう子もいるんです。そうなんですか。やっぱり普段自分が水に困るっていうことはないことなので、やっぱり1番かなと思っちゃったり2番かなと思っちゃう子もやっぱり中にはいるみたいなんですよね。そうなんですね。はい、でこのマリアちゃんは毎日20キロぐらいの重さの水を持って、往復4時間ぐらいかけて家と川を往復してるんですけれども、どれぐらい重いのかなっていうことで、ここに水が置いてあるんですね。それで、ね、水がめはないので、はい、これはね、20キロの半分で10キロなんです。でそれを持っていただいて、ここをぐるっと一周してもらうんです。重い。重たい。これを4時間持つっていうのはすごいきっと大変なことだと。しかも水がめだからね、こぼさないようにって、頭に乗せたり腰に、そうですよね、置いたりしながら運んでるので、どんな生活をしてるのかっていうのを少しだけ体験してもらっています。であとはどうしてマリアは水汲みをしているのかっていうのをこうやってめくったりとかする、はい、家には水道がありません。生活で使う水は川や沼まで汲みに行かなければなりません。なるほど。もっといろんな水があるかもしれないんですけど、本当にもう子どもに分かりやすくするので、すごく噛み砕いてはあるんですけれども、はい、であとは水とは全く関係ないですけど、例えば、これは何じゃ、これは何の数、1日に約3万人、はいはい、ペラ、開発途上国などで5歳になる前に命を失ってしまう子どもの人数、1日あたり3万人も亡くなるんですか。そうです。秒数にすると3秒に1人ぐらい、はい、または5秒に
3秒から5秒に1人ぐらいって言われてるそうなんですけど、そんなことも普段日本ではねなかなか味わうことがないので、どうしてそうなっちゃうのかなっていうのをちょっと考えるきっかけにしてます。でそのきっかけの一つが、予防接種がで、はい、なかなかできること、うん、できないので、はい、貧しい国では予防接種を受けられず病気にかかって死んでしまう子もたくさんいるっていうことで、そういうことをちょっと知ってもらってます。でここからちょっとエコキャップの方につながっていて、はい、エコキャップの活動 CSR の活動をここに紹介してるんですけれども、ここでも横浜のクイズで出てくるんですけれども、これはファンケルさんなんですけれども、エコキャップを集めて、でそれで予防接種のワクチンを買っているっていう、で一応つながりがあるんですね。ペットボトルのキャップですよね。これがお金になる。そうですね、お金に変えてそれでワクチンを買って、その開発途上国に送っているっていうことなんですね。はい。でここはそのエコキャップ以外にも他の企業さんとかの CSR の活動を紹介しているパネルです。盲導犬のってたまに街中で見ますね最近。でこれは相鉄さんなんですけれども、はい、一般の方に募金を募って、それで、盲導犬の協会にお金を寄付しているそうなんですね。であとは例えばこういうクリック募金っていうのがありまして、でそれでワンクリック募金でクリックするだけでそういうところに募金ができる。でお金は企業さんの方から出るみたいなんですけれども、そういうことがもうあったりとか、まあ、いろんなものを紹介しています。はい、はい、横浜のところではそのエコキャップのクイズを出してるんですか。そうですね、世界のクイズが終わった後に、横浜でも頑張ってる人たちがいるんだよ、どんなことをしてるのかなっていうことで、ここで一つの例として、ファンケルさんを例として、問題にしています。はい、でね、これが終わった後にじゃあ自分たちが何ができるかなっていうことを考えて、はい、こちらの木ですね、まず願いを考えた後に、はい、自分たちができることを考えます。はい、で子どもたちはすごいいろいろ考えてくれていますね。誰もが笑顔になる世界になりますように、戦争がない世界に、ゴミのない世界、すごい、喧嘩をなくす、すごいいろんなこと考えますね、やっぱり。そうですね。で例えばさっきの戦争の話がありましたけど、それを書いた子は友達と喧嘩しないようにするっていう自分ができることを考えて書いてくれたりしてたので、まさにそういうことだなと思って、はいはい、しかもその後で自分が忘れないようにしおりっていうのもいいですよね。本を読むときに挟んでおけば常にこう目にして忘れないっていうのが、そうなんです、はい、また書いても忘れてしまうっていうこともあるので、しおりに書いて使えるものっていうことで、今回はしおり何にするかっていうのでしおりを選びました。はい、わかりました。じゃあこちらではそんな、で今ちょうど終わって、はい、スタンプを、種丸スタンプを押してもらっているところですね。こちらも全問正解です。はい、全問正解、はい、なるほど。でしおりもできてるしと、はい、そうなんですね、はい。で、あとでこれを木に貼るわけですね。そうですね、はい、はい、なるほど。木に貼って終わりですね。はい、シールを取る。はい、参加してみて、どうですか、参加してみて。楽しいですよ。わかりました。こんな感じの一連の流れの、はい、活動をしているということで、はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい、もうたくさんの人に遊びに来てもらいたいと思いますので、14日までやっておりますので、みんなどんどん来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。